らしい酢の完成です。触っちゃ絶対ダメですから。焼きそばすごいこれ。はい、始まりました、ケマスクッキング。今日やる料理はね、このね、青唐辛子ですね。今時期で結構出てて、これで入ってね、これ130円。この青唐辛子の辛味って、こう乾燥した唐辛子の赤いやつと全然違くて、爽やかでめちゃくちゃいいんだけど、これこの時期しかなかなかこの生で出回んないっていうのもあるし、例えば一袋買ってもなかなか使い切んない問題があるんですよね。でこれを買ってきて使い切んないぐらいだったら、ちゃんと最初からこうちょっと加工して万能調味料みたいな形でまず作って、そっから今日はこのね、久々にちょっと焼きそばやろうかなと思ってるんですけど、青唐辛子の酢を作って、それをまあ使ったさっぱり系の塩焼きそばっていう流れになります。じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあまず青唐辛子ね、これ買ってきたんですけど、本当にね、これは本当にね、今これで260円ですよ。いや、めっちゃ安いですよね。だけど本当になかなか、よっぽど辛いもの好きじゃないとね、そう簡単に使い切れないんですよね。で冷蔵庫にちょっとしまっといたらもう枯れちゃってみたいなことがよく起こる。ちょっとね、まず洗っていきますか。はい、洗ってきましたね。まあそしたらしっかり水気を切って、保存をねする時に、まあ何が大事かっていうと、やっぱ物が腐るってことは、まあ水分と空気なんですよね。それがこう2大要素があると、どん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 こうなんか酸化していったりこうする要因になるんですけど、それをまあ止めるために、まあ有効なのは、まあ一つはね、オイル漬けだね。オイルにこう浸しておくと空気に触れないから、それ分あのなかなか腐りにくくなります。それから今回やる酢漬けですね。でそれも酢が酸性がすごい強いんで、強い酸性でもそこで閉じ込めちゃうことによって、かなりこの持ちますんで、でこの唐辛子とこの酢の相性ってものすごくいいんですよ。あ、そういえば千村君、その、はい、唐辛子と酢ってどう、あのなんかわかりますか？はい、今回調べたところ、はい、お酢にまずアミノ酸が多く含まれてるみたいで、はい、これが新陳代謝を活発にして、うん、脂肪燃焼を効率よくする働きが、はいはいはい、まずあるのと、唐辛子にはあとカプサイシンが、そうですね、はい、多く含まれていて、これも脂肪の燃焼を促進するっていう働きがあるみたいです。なるほど、ダブルで脂肪燃焼の効果が期待できる感じですね、うん、そうみたいです。だからもうめちゃめちゃいいですよね。だから言っちゃえばね、うん、だからこれをね、まあ作っといて、常温だとねちょっとあれだと思うんだけど、こう清潔な瓶に入れておくと、まあ本当に2月3月持ちますんで、なんで今日はこれそういう感じで酢漬けに持ってきますけど、こう単純なんですよ。普通にこのね、ヘタの部分だけちょっと硬いから取ってあげて、よいしょ、はい、こんな感じで、このしっかり洗って水分を拭き取った唐辛子をヘタだけ取りましたね。さあ、そしたらこれをひたすら細かく切るだけなんですけど、ここでね注意事項がありまして、この作業してる間はもう本当に顔とか手とか、こうちょっとかいなとかつってかいたり、目なんか特にね触っちゃ絶対ダメですから、これだけ注意してくださいね。これのエキスがついてるこの手、この特にこの持ってる左手をなんかかいたりこうやったりしたら、もうとんでもないことになっちゃうんで、本当に他のものを絶対触らないような、あのそういう意識でやるのが大事になってきます。じゃあ早速ねやっていくんですけど、これはもう本当シンプルに、もうねできるだけ細かくこう切るってだけなんですよ。ね、ゆっくりでいいですから、できる自分のねあのペースでゆっくりでいいから、こうやってねできるだけこう細かく、まあ小口切りでこうなんていうか切っていくんですけど、まあね、切ってる矢先からね、かなりのこのなんかすごい匂いがする。もう本当にね、これってすごい効くから、なんかの料理にこれ1本入れただけでも相当のこの威力あるんで、なかなかねこれだけの量買ってきても、今安くてものすごく美味しいんだけど、よっぽど辛いもの好きじゃないとね、なかなか消費全部できないですよね。でこの今買ってきたばっかりのやつを、このね中のほら種もさ白くてさ綺麗じゃない、これがねだん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 ね、あのちょっと冷蔵庫にほっとくと中のが黒くなっちゃって、あと周りがねすぐ乾燥しちゃって、あの茶色く変色しちゃう。だからこのね買ってきたばっかりのみずみずしいこのね青々とした状態で、もうすぐに加工するのが一番いいんですよね。よし、こういう状態でね、よし、こんな感じでね全部きれいに細かく、はい、切りましたと。
そしたらね、これで顔とかね手とか触らないのも大前提なんだけど、あとはねもう一つ使ったこの包丁、そしてこのまな板、これ適当な洗い方してると次の料理にめちゃくちゃ移っちゃいますから、これをやった際には必ずもうしっかり洗剤で これでもだかってぐらい洗ってくださいね。まあちょっととりあえず包丁洗います。さあそしたらねこのね、まあ、100均で買ってきたやつなんだけど、はい、とりあえずねこうやってね清潔な瓶にどん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 詰めていきますよ。よいしょ、しっかりこのね押し込んで、ちょうど瓶1本取れました。でこんな感じにして、で今説明した通りこのね使用したねこのね道具はもうすぐ洗いましょう。ちょっと時間経つとあれなんで、もう切ってこうやって使ったものはもうすぐに洗剤で洗って、でハイターでしっかり消毒してくださいね。まずちょっとこれやってみる。よし、はい、しっかり洗ってきましたよ。はい、そうしましたらしっかり切った瓶の中にこれをもうすぐにもうびっちりつけるだけです。これは普通の穀物ね、どんなお酢でも構いませんけども、普通のこの酢で大丈夫ですよ。でこれをしっかりこうやってね浸かるまで入れます。この上まで、はい、この状態で酢でもう漬け込むことによってこの酢にも辛さが移るし、まあ、これごとこうやってこうちょっと使っていくんですけど、めちゃくちゃこれもう有効な爽やかな調味料ができました。これはもうほんといろんな料理に使えるので、今ねこの青唐辛子が出たての時にもう大量にね作ってことどこどこをおすすめします。でこれでねぴったりこうやってこうしっかり収めて、保存は冷蔵庫でお願いします。で足んなくなったらちょっと上の方がこうちょっとね浮いてきたらまたお酢を足して、で必ず条件としてはお酢にしっかり使ってることをキープしてください。これでもう唐辛子酢の完成です。じゃあそこからじゃあまずこの唐辛子酢で今日はね何やるかって言ったらさっぱりね、焼きそば作っていきます。まあちょっとねこのサービス品あったんで、これ鶏肉とブロッコリーなんかいいかなと思って、一人前なんでねこれをじゃあ半分ぐらい使うか、こうやってこうまあ半分ぐらい使いましょうかね。でブロッコリーなんですけど、まあ普通のこのビニール袋ね、100均で買ってきた普通のビニール袋にこれを入れて、でこのボールとかでこうやってもなかなか落ちきんない、この周りがこれがあまりにも細かすぎるん でこうやってねビニールに入れてさ、でこれでこうちょっと振り洗いしながらこうやってこう水につけた状態で何かねこういう状態でちょっと縛っといて、これでねちょっと5分ぐらい置いとくと、この水の中に入ってる余計な虫とかがいた場合は必ずこの出てきますから、でこれがねまあ一番なんていうかブロッコリーの洗浄としてはいいんじゃないかなと僕考えてます。はい、じゃあそのをやってる間に、じゃあ今度ねここはねきっと鶏肉使うけども、まあ一人前なんでこれ半分ぐらい使いましょうかね。つまりまあ大体そうだね 150g ぐらいの設定にしましょうか。でこのブロッコリーと合わせるんだけど、やっぱ焼きそばなんでゴロ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 でかいのもどうかと思うんで、火通りもね良くなるためにちょっとこう細かく切ります。今日はこういう状態でこのぐらい、まあこのぐらい一口大ね、一口大に切っていきますね。こういう状態で、それでもう必ずねこの肉と野菜はねまな板は分けてくださいね。肉切る専門にこういうちょっとちっちゃめのまな板用するのしておくのがこうおすすめですよ。このままこう調理する際にこう入れたりするから、でこういう状態で、じゃあまずこう鶏肉はカッティングしました。ブロッコリーだけでもいいんですけども、ちょっとそのね焼きそばにこう麺に合うようにこう玉ねぎなんかいいですよ。玉ねぎなんかこれ4分の1ね、ちょっとこう使いかけのあったんで、これをこうちょっと薄くね、これでもう結構この なんていうのかな、こう麺に絡みやすい状態作りますね、これでね。そしたらそうこうしているうちにこのブロッコリーね、でしばらく漬けといたから、これでもう結構虫なんかがいた場合はこの出てきますから、まあ若干この汚れとか出ますね。はい、そしたらここからこう取り出して、でこれでまあ捨てて、あとこれもざっともう一回洗いますね。はい、じゃあ改めて洗ってきましたと。そしたらね焼きそばに仕上げるためにね、ちょっとこう小草にこうまずは裂いていきましょうかね。で今回はこれを茹でたりなんかしないで直接こういっちゃうと思うんですよ。これをこうあんまり大きいサイズだとちょっとあれなんで、だいぶちょっと小ぶりにして直接ダイレクトに炒めていく作戦にしますんで、でこれでねちょっとこう、でこのブロッコリー切るとき、まあ以前もお伝えしましたけど、ただこうやってねバサッてこういつも切ると、ここにこういうカスがどうしても出ちゃう、切った断面から。なんでこうやってブロッコリーを細かくしたい場合はちょっと一回拭くと分かりやすいんだけど、で茎のこの部分にこう切り込みを入れて、でこうやってこう裂いていくと、はい、
そうするとやっぱりこのここからこう綺麗に裂かれるんで、このカスが出ません。こう細かい、まあ細かいことなんですけど、まあこんなことも覚えておくと、まあ料理はね上達しますんで、こうやってね茎だけこう十字に入れて、よし、こんな感じね。さあ、そしたらあとこの茎の部分ね、これもこうやってこう見て分かるように、こうやってこう筋が入っている、このラインが分かるかな。こっから先はちょっとこう硬いんですよ。だからこの中だけこうやっぱこう取り出すような感じで、こうね包丁でこうやってこう剥いてあげる、こうイメージね。でこっちはちょっと硬いので使いません。柔らかいこの芯の部分めちゃくちゃ甘いので、ブロッコリーはねここも迷わず使いましょうね。ね、この部分実はめちゃくちゃ美味しいですから、これを取って、でこれはこれで、まあ、麺と絡むようにね、こういうな、こんな状態でこう切るといいでしょう。はい、よいしょ。はい、こんな感じで今日の切り込み終わりました。いつも通りね、マルちゃん焼きそば、これがやっぱり一番僕は好きです。そしたらまあいつも言ってるけどね、この焼きそばやるときはもうこれがちょっと若干固まってますから、ほんの少しだけこのちょっとだけこうカッティングして空気抜けつけて、まあ電子レンジで600ワットで、そうだな、1分ぐらいでも全然違うからね、1分ぐらいこう加熱しましょう。で加熱してる間にね、ちょっと思ったんだけど、この味にやっぱめちゃくちゃニンニク合うなと思って、ニンニクまああったらあったでね、これはまた入れるといいんじゃないかな。そしたらね、今日のこれニンニクすごいでかいから半分ぐらいでいいや。これをもうスライスしましょう。今日は薄くスライス半分ぐらいね、このぐらいでも効いちゃうから、これでね、これ結構これでいい感じに出ますよ。はい、はい、じゃあ早速やっていきますか。じゃあまずね、油大さじ1杯分ぐらいねこう入れて、そしたらこのね先ほどの電子レンジでちょっと柔らかくした焼きそば入れます。で最初にこのねちょっとねこう麺を焼きをちょっと入れて、でただでさえねこれ電子レンジで柔らかくして、まあ、加熱はある程度してあるんだけど、ここに大事なのはこの焼きそばのやっぱ香ばしさが欲しいんですよ。なんで最初の段階でこの最初麺だけ焼いちゃいますね。でこの時に少しこの触らないで我慢して、うん、でこれこんな感じで焼けてくる。そしたらこうやってバン、でこの香ばしさがね後々効きます。フライパンの断面に当たってるところはこうやって香ばしさが出る。でこの中にこのほぐしてないで中に僕が柔らかい部分、このコントラストをわざと作ってるわけですね。でこれでまあちょっと裏面も、はい、でこうちょっとこう、でそしたらこれをペットザラに取っておきます。はい、でそしたらここにたら油大さじ1杯ね、鶏肉ね入れちゃいましょう。だからしばらくこうやってアルバラになじませてもらって、まあね、今日のこの鶏肉のサイズ感だともう速攻火が入ってきますから、はい、じゃあここである程度8割ぐらい取ったところでもうニンニクも入れます。で、他の食材も全部もうここで投入で大丈夫です。はい、でしっかりこの油を回したところで大さじ1杯分ぐらいのお酒料理酒も入れます。で、こう蓋してちょっとね蒸し焼き状態にします。これでまあまあなんていうのかな、ブロッコリーと鶏肉がしっかりもう火が入りますから、うん、よーし、はい、でまあ30秒ぐらいかなぐらいでももうすぐに柔らかくなりますから、この水分の蒸発で、でこんな状態でね、である程度もう今の段階でブロッコリーが8割ぐらいいきます。で鶏肉もまあまあもう押して弾力なんです。大体もう火が通ってます。はい、そうしたらここで味付けいきます。そしたら塩味なんで、今日はね、食べた当初は、豆乳シャンプーね、これを小さじ1杯。ね、お醤油ね、普通のお醤油を小さじ半分ぐらい。そこに先ほど作っておいた、この唐辛子の酢漬け、青唐の、これが爽やかな辛みの元になります。ここはお好みですけど、まあちょっとね、この、でこれ入れるときは必ずこういろんな使った箸じゃなくて新たなあの箸でやってくださいね。でこれでこう入れて、でさーっとこう炒め合わせて、これでもうほぼほぼ調味シャンタンの味で塩味で決まってます。はい、そしたらここまで来たら先ほど焼いた麺を投入。はい、そしたらね、そこからはもうさーっと合わせて、そうすると香ばしいこのね、さっきのこの焼きそばのにこの塩味が移ってめっちゃいい状態になります。
はい、さあ、と炒め合わせて、はい、こんな感じでしっかりね麺に絡まった状態になったら、はい、もうこれで完成です。で、最後の最後で、ね、ケチャップ油、香りでごま油をね、小さじ1杯分でちょっとこう回しかけて、これで香りがまた出てます。はい、焼きそばをね、で、いつも言ってるけど、こうやってね、こう麺を下にして、このね、具材を上にして、こんもり盛り付けてあげると、全体の作品がこう華やかにね、見えますから。はい、こんな感じで盛り付けて、焼きそばなんで、僕ちゃんの大好きな紅生姜ね、これちょっと差し色にもなるから、こういう感じでちょっと盛り付けてあげて。よし、こんな感じで完成しました。今日の簡単料理ね、研磨式超簡単ね、ブロッコリーと鶏肉の塩焼きそばの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれですよ。どうです、この感じ。いやー、美味しそうですね、この焼きそば。たまんないよね。じゃあ、いつも通り、じゃあ皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もう毎日楽しい。へへーってことで、じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、じゃあいただきます。うん、うん、これはもうめちゃめちゃ美味しい。すんごい。これベースはね、すっきり塩味なんだけど、食べた後に青唐辛子の酢漬けの爽やかさがふわーってこう、なんか広がる、いい感じの効き方してますね。いや、これはたまんないわ。単なる塩味のこうあれじゃなくて、この感じちょっと食べてみたらちょっとすごいよ。ちょっとチムラ君。はい、よし、じゃあちょっと食べてみて。はい、ありがとうございます。うん、どうぞ。いただきます。どうぞ。どう？うん、あー、うんうんうん、おいしい。この後味ね。はいはいはい、わかりますね。うん、いつもの唐辛子の輪切りそば全然違う、全然違う。うん、本当にこの爽やかな辛みっていうのが言ってるところがわかりますね、すごい。うんうん、で、この最初にニンニクの香りが来てさ、さっぱりした味なんだけど、最後抜けるこの青唐辛子のこの感じね。うんうんうん、うん、やっぱこれって作っておけば保存も効くし、うん、いろんな料理に使えたら、なんていうかな、餃子のタレとかでも普通のなんかラー油とかとまた違うこのさっぱり青唐辛子のやつでね。うんうん、で、注意点としてはこれを使う際に必ず洗ってある清潔なこの箸なりスプーンで取るようにね、うん、で、動画の中で言ったみたいにしっかり酢に使っていることが条件、うん、はい、ほんといろんな料理に使えるから、うん、で、この今日の塩焼きそばに半端ねえ合ってるでしょ。間違いなく合ってますね。ね、このブロッコリーとさ、鶏肉っていうのもまあいいんだけど、深めてくれるね。うん、まあね、このね、ブロッコリーとこの鶏肉っていうこの組み合わせもなかなか面白くて最高の出来だけど、うん、まあ青唐辛子の酢漬けを使うことでなお感じよくアップするっていう話なんで、うん、ぜひこれはね、やってみてもらいたい。だから当然ね、今日のこの焼きそばは当然これなくても成立します。カレーの苦手だよっていう人は入れなくても、はい、今日の作り方では味的にはとても美味しくなる、うん、まあ、できたらこれが青唐辛子手に入って、あ、スーパーで見た見たって思ったらぜひ作ってやってもらいたい。ってことで今日のこの簡単料理ね、はい、研磨式超簡単、ブロッコリーと鶏肉の塩焼きそば、はい、大成功でーす、はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。はい、ここからね、雑談反省会やりますので、よかったら、概要欄から、飛んでくれると嬉しいです。じゃあまたね。